山内豊福は、江戸時代後期から幕末にかけての大名。土佐神殿藩五代藩主。総藩と旧幕軍の板挟みとなり、33歳で妻の山内範子と共に自陣した。築前国秋月藩主、黒田上元の次男として誕生した。華英六年、四代藩主、山内豊県の養子子となる。同年十二月、十三代将軍。 徳川家貞に拝越する。安政3年6月6日、養父の隠居により、家督を継いだ。同年12月16日、受護医した、東東海守るに上任する。本家の山内と吉毛を助けて、日田藩の軍政を様式化し、軍備増強に努めた。急進的な砂漠派であったが、武力行使には反対で、徳川家の幕府存族には賛成であった。 江戸城中の豊福は、大政奉還の後、戸場、伏見の戦いで敗走した徳川義信が、江戸城に戻ると大名、旗本の呼び出しにより登場した。義信は、山内陽道の勧めで政権を返上したにも、かかわらず、逆賊の汚名を着せられ、土佐の策略にはまったようだといい。豊福は、本藩、土佐藩への批判の矛先を向けられる。城内では、 薩長軍と戦う機運となるが、豊福は数日前に、陽道から一刻も早く、京都に来るように命じられていた。しかしすでに、江戸脱出は、不可能で、幕府と本藩の板挟みとなった豊福は、自害を決意した。慶応4年に1月13日に、慶出の子と共に自害して果てた。去年33、家臣は二人の死を伏せて、急ぎ本藩の指示を仰いだ。 5日後に不法を聞いた陽道は、豊福の遺言を尊重して、いとこの山内豊誠を養子として願い出る。許可された後、藩主夫妻は病死と公表され、豊誠が、土佐神殿藩の家督を継いだ。明治31年、14位を追贈された。山内豊福山内豊吉言版くたじり左辺、増意書見伝造保番上特使増意年表 PQ。 ありがとうございます。